ヒュー・ホッパーは、イギリス・カンタベリー出身のミュージシャン。元ソフトマシーンのベーシストとして知られる。1963年、デビッド・アレントリオのベーシストとして、音楽キャリアをスタート。この頃からホッパーは、フリージャズとリズムブルースの間を行ったり来たりするような音楽性を、志向した。1964年、兄のブライアン・ホッパー、ロバート・ワイヤット、ケビン・ウェアーズ、 リチャード・シン・クレアラとポップ・ミュージックのグループ、ワイルド・フラワーズを結成。しかしながら、レコード等でその音源は発表されなかった。ワイルド・フラワーズはカンタベリーシーンの創始者と認められており、2つの最も重要なグループ、ソフト・マシーンとキャラバンを生むこととなった。最初はソフト・マシーンではローディを担当していたが、1968年に、 ケビン・エアーズが脱退し、公認として2枚目のアルバム、ボリューム2の制作からバンドに参加、加入する。ファズを聴かせた攻撃的なベースサウンドと豊かな作曲力でバンドの黄金期を支えた。1972年にはソロとしてアルバム1984を発表。ソフトマシーンは1973年アルバム6発表後に脱退。以降、 ソロ活動をはじめ、ソフトヒープやソフトワークスなどのバンドで活動した。1995年、クレイマーらと共に来日公演を行っているが、その際の告知のチラシなどに記載された名義はゴングであった。事前にアナウンスされたデビッド・アレンが出国できなかったため、来日せず、これをゴングと呼ぶのはどうか、という声もあったものの、ライブでヒューホッパーが、 ソフトマシーン時代の曲を見事に披露してファンをうならせ不満を封殺した。2008年6月に白血病と診断され2009年にクリスティーン・ジャネットと結婚式を挙げるがそれから2日後の6月7日に亡くなったソフトマシーンディスコグラフィーを参照ありがとうございます。